全くたこ焼きしか焼けへん人間ですけども少しは京都の役に立ったらいいなと思って、誰に託すならということだったら福山さんにということで、粉骨三歳頑張らせてもらいますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。